無双3、ルフィさんたちの冒険の記録です。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。自分でなることにしたんだ、海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・ D ・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊、赤髪のシャンクスとの約束を果たすため、そしていつか海賊王になる夢を果たすために故郷の村を旅立った。しかし海に出て間もなく遭難してしまう。なすすべなく漂流していたルフィを助けたのは、とある女海賊の船で雑用係をさせられていたコビーという少年だった。海兵志望のコビーは海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出る。やがて二人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町、シェルズタウン。そこには海賊狩りの異名を持つ剣士ロロノア・ゾロが囚われていた。強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロが囚われている海軍の敷地へと入っていくのだった。俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。で、まさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだって評判だからな。お前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。1ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになってんだ。何が何でも生き延びて俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせてしまったみたいです。あの人噂通りの悪人なんでしょうか。ロロナーゾロの公開処刑は3日後に決まったらしい。ひどい話だが大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビー、
俺はゾロを仲間に引き込む。え、ただじゃ済みませんよ。例の大佐が怒って、下手すれば海軍が動く恐れも。そん時はそん時だ。俺ゾロに会ってくる。来たのか。海賊の勧誘なら断ったはずだぜ。ほら、ルフィ、縄を解いてやるから仲間になってくれ。話聞いてんのかてな。俺にはやりてえことがあるんだ。誰が好んで海賊なんて下道になるか。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺は俺の信念に後悔するようなことは何一つやっちゃいねえ。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前、大事な刀取られたんだろ。俺が奪い返してやるよ。そして俺から刀を返してほしけりゃ仲間になれ。何？タッチ悪いぞてめえ。よし、行ってくる。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。あった！刀！
にロロノアゾロを処刑しろ。よっ、ね、なんだと、約束が違うぞ。好都合だけど、保管庫の守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。頼むぞ。誰だか知らないけど助かったわ。じゃあね。なんだあいつ。ここにもないよね。あったー、グランドラインの海図。やっぱり海軍の基地にあったのね。どれどれ。海図はもらったバギー。何よこれ。バギーって確か海賊の相手が海賊ならかえって盗みやすいわ。絶対に手に入れてやるんだから。強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。3刀流なんでね。
ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に盾つく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか、海賊に。海賊にはなってやるな。だがいいか、俺には野望があり、世界一の大剣豪になることだ。世界一の大剣豪、大不幸の仲間ならこちらになってもらわねえと。これが困る。さっきの偉そうなやつがいねえぞ。見つけてぶっ飛ばしてやる。噂に聞く悪魔の実シリーズの何かを食ったに違いに、キスコルがダメなら切り殺せ。そっととそいつらを始末しろ。ハンドホゴム人間、それにヨロノアゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱音を吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。失礼、この空海は。逆らったやつは残らず処刑してやるぞ。どうしてこんな無茶苦茶なことを。言ったろ、俺は海賊王になるんだ。敵は海軍だけじゃありません。ワンピースは世界中の海賊が狙ってるんです。死にますよ。いいんだ、俺がなるって決めたんだから。そのために戦って死ぬんなら別にいい。僕にもやれるでしょうか。死ぬ気なら海軍に入って偉くなって悪い奴を取り締まるのが僕の夢なんです。小さい頃からの。知らねえよ。いえ、やりますよ。ルフィさんとゾロさんには自分の信念に生きることを教わりました。僕だっていつか海軍将校になってみせます。よっ
コビーの夢をぶち壊しやがって、お前は俺がぶっ飛ばす。黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。始末しろ。ピストルがダメなら切り殺せ。ゴムゴムの撃て。ナイス。だろ、お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる。実質町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し本部への連絡は避ける。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん、君も仲間じゃないのか。え、僕は彼らの仲間じゃありません。待ちたまえ、君たち。本当かね。俺、こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそこで。やめてくださいよ。やったな、この野郎。やめたまえ。君らが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐこの町を去りなさい。わざとか、わざと僕にけしかけて殴らせて、また頼ってしまった。僕はバカか。ここから這い上がれなきゃ本当にバカだ。僕を海軍に入れてください。なんだって喜んでやります。海兵になるためなら。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。まずは素性を調べて。僕は海軍将校になる。
る男です。海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。